羽生結弦る、YouTube チャンネル解説、海外からもコメント殺到の大反響。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。こちらでも自分のスケートを、そして演技を見ていただきたいとチャンネルを解説した経緯を説明した。フィギュアスケート男子の羽生結弦るが7日、公式 YouTube チャンネルを解説した。スケート、演技を見て。 はじめまして。と題して投稿した初動画、冒頭で軽く自己紹介し、これからは、こちらでも自分のスケートを、そして演技を見ていただきたいなというふうに思い、チャンネルを開設させていただきましたと YouTube をスタートさせた経緯を説明する。現在、ロゴやヘッダーを作っており、出来上がり次第また動画をアップするという、皆様の期待に応えることができるかわかりませんが、これからも一生懸命スケートを頑張っていきます。 そして、見ていただいた意味を何かしら感じていただけるように頑張っていきます。これからもよろしくお願いしますと語り、カメラの向こうにファンに手を振った。ブロテン公表明、ハブは、14年のソチ、18年の平イラと五輪に大会連続で金メダルを獲得し、18年には国民栄誉賞も受賞。そして、先月19日には記者会見を開き、 プロのアスリートとしてスケートを続けていくことを決意しましたと競技の第一線から退き、プロとして活動することを発表していた。海外ファンも反応。ファン待望の YouTube 解説とだけあって、コメント欄には日本だけにとどまらず海外からも反響の声が。動画投稿から約1時間で既でに3000件以上のコメント、2万人以上の登録者が集まっている。ハブの初動画。はじめまして。うんスラッシュサイラビー。 編集部 RT、波乳譲るプロフィール、宮城県出身。2014年ソチゴリンに出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。2018年平イラマオリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という異業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。 チャンネル登録をよろしくお願いいたします。